本編は55秒からです。内容が気になる方は概要欄からスキップをお願いします。こんにちは、みたらし放送局です。ハニーワークスさんの大人気楽曲、可愛くてごめん、皆さんも聞きましたか？耳に残るキャッチーなメロディに可愛い歌声、聴いてる人を飽きさせないミュージックビデオなど、素敵な作品です。そんな、可愛くてごめん、ですが、日本のどの都道府県で人気なのか皆さん気になりませんか？気になりますよね。僕は気になります。そこで、今回はハニーワークスさんの大人気楽曲、可愛くてごめん、が日本のどこで人気なのかを調べてみました。というわけで今回は、可愛くてごめん、日本のどこで一番人気がある、です。一体どんな結果になったのでしょうか？それでは本編です。今回の調査には Google トレンドを活用します。5位、鳥取県。4位、大分県。3位、岐阜県。2位、愛媛県。1位、徳島県。ちなみに、47位は秋田県でした。いかがでしたか？というわけで今回は、可愛くてごめん、日本のどこで一番人気がある、でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。